速報、デュランダルとビリーブの勝負服がゲーム内に登場する、に対するみんなの反応。でっか。うろろ。この後継隊の待ち受け画面にしてるトレーナーいるってマジ？一方こちらはまな板。おお、かっこいい。デュオニャソスの、なんて？短距離は頭爆心しかいないのでは？もしかしてデュランダルさん中に入ってます？一応お牝馬なのでブルマである。キャラスト読んでたら出てきた、ほんまに谷間族減ったな。甲冑ではなかったか。純白の騎士やな、問題は揺れ。二人の勝負服あったけどビリーブ走りにくないかそれ。デュランダルは走りやすそう。カバンとか招き猫背負って走ってるやつもおるしセーフ。一気に勝負服公開やな。ビリーブはやっぱりへそ出すよね。デュランダルからそこはかとなくブルボン味を感じる。デュランダルがエプロンしてるように見える。ビリーブの足元どうなってんだこれ。谷間を、もっと谷間を見せてほしいわ。心の目を養うのじゃ。全身着込んでるのに谷間だけ見せつけるフジパイセンを見習え。フジ奇跡コスプレの写真流れてきたのを見て改めて思ったんだけど、やっぱあの勝負服やべえわ。あれを着こなせる人はもっとやべえわ。お前は谷間が見えてれば何でもいいのか？パールさんでもいいのか？パルオネに何の不満があるんだ。言われてみればないな。一方でおへそ出しが増殖してる感があるな歓喜。うおうおうおへそ出し。ライトーのキャラスト読むとビリーブが小動物系っぽいのは想像通りだったけどデュランダルまで面白い女だったのは意外だったわ。デュランダルいいねー、完璧だわ。デュラちゃんの手袋の隙間に手を入れたい。デュランダルちゃんプレートアーマーじゃなかった。セイントセイヤのクロスみたいに固有できるんや。デュラちゃん横から見たらゼファーの私服みたいになってそう。水着実装でくっころあると思います。ビリーブは元の勝負服まんまだな、袖の配色まで完璧。ここまでまんまなノースヒルズは20日。デュランダル面白い女感が隠せていない。4の剣、ディオシュニウスの雷撃。これがマジに固有スキル名になってたら笑うぞ。甲冑ならトップハンデどころじゃないぞ。ライトー、アホの子、デュランダル、アホの子、短距離はアホの子しかいない。お嬢とミラクルはセーフ。青お嬢の視線上はマイルだから。カレンちゃんがそっちに行ったぞ。ビリーブのモビルスーツ感よ。ビリーブの勝負服、スティッキーフィンガーズがデザインした？騎士王だってお谷間を晒しているというのに。デュランダルたまらん、実装されたら引く。クッコロキャラと思ったら本気でチャンバラする系女子だったか。ワイもパーカーやジャンパーのファスナー壊してビリーブと同じ状態になることがある。デュランダルの勝負服シュバリエ風なのかい？ゼロ2世代こと苦節よ軍団がさらに強化されてしまった。ビリーブのファスナーがちゃんとファスナーしてて安心した。こういうキャラは別衣装で布面積を一気に減らして財布の紐を緩くする戦術なんだ。俺は詳しいんだ。デュランダルがらしくていいな、ビリーブはまんまノースヒルズ。デュラがあまりにもアホそう。デュランダルの服、昔セガサターンで見た気がする。デュランダルさん桜大戦に出てました？デュランダルは宮廷に使える騎士のようで今までにない勝負服で個人的に好き、同じ馬主のアースと並べたいわ。ビリーブは今までの連中以上にノースヒルズ全開だしデュランダルは思った以上に可愛い。ビリーブのズボン好き、二重ズボンっていうのかな。ビリーブかっけーな、元ネタが牝馬だとは思えん。デュランダルのこの絶妙なアホっぽさ可愛すぎるな。カルストンライトを含めて3人ともノットスカート族かな。ビリーブの下は普通にショートパンツじゃダメだったんか。ビリーブよく見たらそのジッパーどうやって止めてるんだってなる。二の腕にもジッパーとかどんだけ好きなんだ。やはりゼロ2世代はボケばかりなのか。政権が過労死ツッコミ枠にならなそうで安心した。それはそれとしてツッコミ枠欲しくはなる。デュランダル一瞬エプロンつけてるように見えた。デュランダルが女騎士によくある露出多めのスカートじゃなくてかっちり着込んでるのなんかいいな。アースの勝負服が好きな人はデュランダルの勝負服も好き。
ビリーブはこれチャップス履いてる感じなのか？聖剣代わりとお姉さん口調で可愛い。デュランダルテヨダは口調なの。あかん、デュラの勝負服が上半身だけで力尽きたように見える。デュランダルの勝負服、下がかなり繋がってるタイプか。一人で着るの大変そう、ひらめいた。もっと騎士っぽく来るかと思ってたけど私服っぽいな。デュランダルは幻覚が馴染みすぎて鎧着てないんだ、って思った。デュランダルは下半身にも差し色欲しかったな。行くの、アース、デュランダルを並べたいです。デュランダルワンピース？騎士の礼服みたいなもんだからワンピースとは違う。デュランダル上着が腰あたりまで続いてたらちょうどよかった感ある。ビリーブの上半身シンプルだなーって思ってたら、下半身なんだそれ、ってなった。可愛い馬娘かけるかっこいい勝負服を求めていたので助かる。また小道具増えてる。固有モデルの剣で草。ロブロイのとは違う剣かな？そこはかとないおバカ感が醸し出されてる。ここは衛心フラッシュと差し違えてもらうしか。バカな、史実のデュランダルの持ち主をモチーフにしたら勝負服の露出がすごいことになるはずなのに。ローランもああなる前はちゃんと着衣してますし。どう馬主のアースと差別化しようとしてすごくすごいシンプルになった感。正直デュランダル見てアースってデザイン良かったんだなって思った。出るか、シャベルヒカルデラックスデュランダル。同じ馬主の馬を何人も馬娘にするとデザインを被らせないように後発の子は個性的になっちゃうからな。サンデー R 所属の馬娘見てると苦労を感じる。角度の問題かもしれないけど横のフリルみたいな飾りがちょっと目立つな。まあフリルがなかったらシンプルすぎるのかもしれない。最近の美少女ものはかっちり着込んできっちりしてる演技服のような衣装を着てる子が減ってきてるから嬉しいですよ。まあ見方変えたらシンプルデザインとしては悪くないんちゃうかな。デュランダルは動いたら映える勝負服。すっきりしてていいじゃんねー。やっぱ横のフリルいらねーわ。横のフリフリ？リボン？がないとなんか履き忘れたみたいになるから。デザイン似てても統一感あっていいんじゃないかな。過去デザインの中でも抜群に走りやすそうではある。デュランダルが下半身シンプルなのは走りやすいためって言うけどそれならビリーブのやついる？ってなる。ビリーブの服シンプルかつスポーティでいいやんと思ったらなんだそのダボダボの裾は。聖剣ちゃんの腰にベルト欲しい。欲しくない？色はスクリーンヒーローやロゴタイプっていう着てもおかしくないキャラとデザインが被らないようにっていう弊害かもしれないから仕方ない。勝負服があるということは育成実装も近いということです。軽くなった財布を持ちながら。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。